監督ドットクラブ。この番組はスポーツサポートメーカーの会長永瀬康彦さんが学童少年軟式野球チームの監督の本音を聞き出すインタビュー番組です。皆さんこんにちは、監督ドットクラブの永瀬です。今日は東京都調布市多摩川グラウンドにお邪魔しています。6年生も引退し、今は4年生5年生のチームで練習試合などを頑張っているチームは多いと思います。本日も4人の監督を紹介しますので、楽しんでご覧ください。まず最初に監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、東京都足立区の、小西少年野球部、監督をしております竹内と申します。よろしくお願いします。普段の練習場所はどのあたりになるでしょうか。はい、区立の、西井高小学校を主に使用しております。はい、最近の主だった成績を教えていただけますか。はい、一昨年が、第37回、東京都知事杯、足立区代表として出場いたしました。昨年は第36回木刀5区、学童軟式野球大会、これも足立代表として、出場いたしました。はい、ありがとうございます。チームの基本的な考え方を教えていただけますか。はい、挨拶それから礼儀、まずその2つを、主にしまして、で、より仲間を思いやる気持ちというものを、育んでいくというものが、チームの基本方針になります。練習時間は大体どのくらいされてますか。はい、週3日なんですけれども、火曜日が、学校のナイター設備を利用しまして、夕方6時から9時までの3時間、で土曜日が午後、日曜日が午前中といった形の練習になります。はい、チーム出身で高校大学などで活躍した選手はいらっしゃいますか。はい、チームの OB で、関東一高で野球をやりまして、甲子園出場した OB の子がいます。はい、今まで監督さんをされてて良かったことっていうのはどういうことでしょうか。学童野球なので、本当子どもたち選手たちが、毎週のように成長するものを見ることができまして、選手を教えたことが、あるいは練習で一生懸命頑張って覚えたことを試合で成功したときに、あるいは結果としてつながったときに、その喜ぶ顔っていうのを間近で見れるというのが、やっぱり監督をしてて一番嬉しいことですね。はい、最後になりますけども、はい、もし監督さんの方から一言ありましたらよろしくお願いします。練習試合の対戦チーム随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、今日はお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。東京都足立区小西少年野球部の竹内監督さんをインタビューさせていただきました。小西少年野球部は足立区でも何度も代表として選ばれる有名なチームです。監督さんも非常に誠実な方で、長い間野球談義をさせていただきました。まず最初に監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、神話ビクトリーと申します。はい、で低学年の監督をさせていただいております鈴木康人と申します。はい、普段の練習場所はどのあたりになるでしょうか。三郷市立神話小学校を、の校庭をですね、メインとさせていただいて、あとは江戸川の河川敷などで練習はしております。はい、はい、最近の主だった成績がありましたら教えていただけますか。はい、市内のですね、大会で、高学年が、夏の大会で優勝をしたりとか、ですね、で低学年の方も、去年は、準優勝3回とか、そのぐらいの一応成績は残させていただいています。はい、おめでとうございます。チームの基本的な考え方などありましたら教えてください。
はい、一応やはりその勝利のために、みんなで、行動するというところがチーム理念という形で、やっております。はいはい、チーム出身選手で高校、はい、大学などで活躍した選手はいらっしゃるでしょうか。はい、まあ、高校野球ですと、まあ、帝京高校でしたりとか関東一高でしたりとか、まあ、中徳高校など活躍した方々がスタッフに一応おります。はい、監督さんをされてて良かったことはどういうことがあるでしょう。そうですね、まあ、僕なんかは低学年の監督をやらせていただいてるんですけども、まあ、まあ小さい子が多いので、やっぱ練習でやったことをですね、まあ、試合で見せてくれたり、まあ、その子どもたちの上達が見れた時はやっぱり嬉しいですね。はい、最後になりますけども監督さんからもし一言ありましたらばお願いできるでしょうか。はい、まあ、野球を通してですね、子どもたちに、まあ、喜びといいますか嬉しさといいますかそういったものを達成する喜びですね、与えたいなと思ってますし、もし近隣でですねご興味のあるお子さん、まあ、お父さんお母さんいらっしゃいましたらですね、まあ、体験会などもございますので、ぜひ参加していただければと思います。お待ちしておりますのでよろしくお願いします。はい、今日お忙しいところありがとうございました。はい、埼玉県三郷市神話ビクトリーの鈴木監督さんにインタビューをしました。神話ビクトリーのホームグラウンドであるハンダグラウンドでのインタビューでしたが、低学年の子どもたちと楽しそうにプレーする若い鈴木監督さんの姿がとても目に映りました。はい、まず最初に監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、池内正明と言います。千葉県の、船橋女子選抜です。はいはい、よろしくお願いします。普段は練習場所はどのあたりでやってられるでしょうか。はい、船橋 の、 学童部で、確保してますグラウンドが、まあ、2つぐらいあるんですけれども、まあ、そのあたりがメインでなります。はい、今年の主だった成績を教えていただけますか。はい、春のこの IBA の大会に、まあ、優勝しまして世界大会に出場したというのと、まあ、この秋の大会も3連覇中なので今回4連覇を目指して頑張っているところです。はい、頑張ってください。はい、チームの基本的な考え方などありましたら教えてください。はい、まあ、基本的にはやっぱりチームワークを高めてですね、まあ、楽しくやってもらうのが一番なんですけれども、まあ、そういうことでとにかく、まあ、女子で選抜チームなのでまず仲良くなることを一番に言ってます。はい、大体何チームぐらいから集まっている選手たちなんでしょうか。はい、船橋内の、6チーム8チームぐらいでしょうかね。はい、はいはい、練習時間は大体どのくらいやってられるんでしょうか。通常、まあ、自分たちのチームの練習もありますので、土日のまあ午後ですとか半日ぐらいがメインで、まあ、あと大会前には1日練習するときもありますけれども、まあ、そんな感じで、はい、毎週一応やってます。はい、チーム独特の練習とかですね、こう女の子で気をつけてられることっては何かあるでしょうか。まあ、女の子なので、はい、いろいろ難しいところはあるんですけれど、はい、まあ、特にだからといって特別な練習とか扱いをしているわけじゃなくて、まあ、普通に、はい、男と同じような感じでですね、やってます。はい、はい、監督さんをされてて良かったことっていうのはどんなことがあるでしょう。やっぱり勝ってみんなが嬉しそうな時っていうのがやっぱり一番いいですよね。はいはい、なんか悩んでることとかございますか。まあ、ですので女の子なので、はい、ちょっとどういうふうに接したらいいのかっていうのはですね、はい、いつもまあ悩んでます。はいはい、これから決勝ということで、3連覇を目指して頑張っていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。船橋女子選抜の池内監督さん、今回お話をさせていただくのは初めてだったのですが、船橋女子選抜は非常に有名なチームで、今回も優勝候補の筆頭として挙げられています。皆様もグランドの女子チームでピンクのユニフォームを着たチームを見たら、船橋女子選抜なのでぜひチェックしてみてください。
はい、まず最初に監督さんのお名前とチーム名をお願いします。はい、田中峰隆です。チョーファイターズです。よろしくお願いします。普段の練習場所はどのあたりでされているでしょうか。普段の練習場所はここ多摩川のグラウンドで河川敷で練習を行っております。最近の主だった成績を教えてください。はい、2014年に東京都知事杯で準優勝を果たしまして、関東大会 NPB カップおよび駒沢ジュニア王座決定戦の方に出場させていただきました。で、昨年度は、マクドナルドトーナメントの全国大会、東京都予選の方と、都知事杯の方に出場させていただきました。で、今期に関しては、爽やか杯の方の上部大会を果たしています。随分素晴らしい成績ですね。はい、チームの基本的な考え方などありましたら教えてください。はい、基本的には当然勝つということを目標に野球をやっているんですけれども、強いチームと言われるよりは良いチームと言われるチームにしたいなというふうに思ってやってます。はい、チーム独特の練習とか力を入れている練習方法というのはございますか。はい、そうですね、子ども、学童野球ということで走塁の方を基本的に、中心に野球の方を進めていきたいなと思ってやっております。チーム出身で高校や大学で活躍されている選手はいらっしゃるでしょうか。最近ね、東海相模さんの方に、進路を、取られて、活躍している選手がいます。監督さんをされてて良かったことっていうのは何かあるでしょうか。そうですね、やっぱり勝った時もそうですけども、負けた時も泣くにしろ笑うにしろ一生懸命やった後の顔を見れるのが一番良かったかなと思います。はい、なんか悩んでることはございますか。そうですね、やっぱり少子化なんでなかなかこう人がなかなか集まってこないっていうのも一つの悩みではあるんですけれども、やっぱり故障も含めて結構そういうふうな選手が多いので体のケアっていうのを一番悩んでいます。はい、ありがとうございます。最後になるんですが、監督さんから一言ありましたらよろしくお願いします。学校の方も小さくて人数も少ないんですけれども、できればやっぱり常に上位を目指せるようなチームにしていきたいなと思ってるんで、選手たちには頑張ってほしいと思ってます。はい、今日は試合前お忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。東京都調布市の調布ファイターズ田中監督をインタビューさせていただきました。調布ファイターズ、地元で素晴らしい成績を残しているチームということで、監督さんも非常に分かりやすい解説、子どもに対しても非常に分かりやすい説明で、なるほどこのチームはやはり強いチームだなということを納得することができました。永瀬さんが運営するサイトでは多くのインタビュー映像を見ることができます。監督.クラブで検索ください。